はい、皆様新年明けましておめでとうございます。新年という区切りに早速のご報告。オープニング映像で気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、チャンネル名を分かりやすく変更いたしました。元の名前アルリズキャットスタジオのキャットスタジオ部分を日本語ひらがなに変えて猫スタジオです。意味はキャットスタジオ時代のまま変わらず、猫たちを主役に楽しい動画、映像、編集、たまに音楽、どれもスタジオのように本気で挑戦する、そのままのスタンスで頑張っていきたいと思います。スタジオってそもそも芸術家の仕事は作品作りの工房とか、近年では映画の撮影場所的な意味合いがあるのですが、私の作る動画ではいつ見ても面白い、可愛いなどの作品性を目指していて、パパヌシーの動画では部屋作り DIY、 つまり撮影場所作りというコンセプトで進んでいます。ちなみに今回で2回目の名前変更ですが、1回目は登録者数100人記念の時ですね。5秒程度の短い映像なので歴代オープニング流していきます。変更はひらがなにすることでさらに分かりやすくした感じですね。これで最後のチャンネル名変更になるはずです。本年そしてこれからも猫スタジオどうぞよろしくお願いいたします。